はいはいはい。ナルオさんが暇そうです。ナルオが暇そう。キャラランク作ってんすか。そう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 。ちょっとナルオの意見聞きたいなと思って。いや納得性高えよドグニャ。いやこれ。やっぱもう分かってると思うけど、何のランクか当てて。ああ、何のランクか。そう、何のランクか当てて、まず。これ、リアルに当てに行っていい？リアルに当てに行って、当てに行っていい。リアルに当てに行ったら、うん、うん。女受けランク。おお、さすがさすがお前、理解早いね、あなた。君、つこてますから、道具にゃ。つこてますから。つこてますから。分かってまんがなんだもん。いやそうそう、そりゃそうでしょ。そうだからモテランク作っててああ最強キャラ使いのナルオ先生にもちょっと意見伺いたいなと思って。あのね、まぁ、あ、ちょっと厳しく言うよ。あーはいはい、厳しく言うよ。はい、お願いします、お願いします。ジェイミーとジュリの位置交換しようっつーの。あ、こうそっち行くね。え、マジでジェイミーそんなモテるんすか。モテるね、これは。うん、あ、そんなモテそんなモテるんすか、このキャラ。マジかーマジかー。なんかルークも結構高いらしいっすよ。いや、ルークモテんのは、まあ間違いない。ああ、ルーク、いや、ちょっと待って、ブランカ B はねえだろ。いや、じゃあ、あの申し訳ないけど DJ B もねえだろ。嘘、 DJ も普通ぐらいじゃない。ここナビ、ナビ、一般人、一般人ここ。いや、一般人になるかな。いや、まあ下3つはさ、もうわかるやん。まあご納得です。そうそう、もう参考やん、参考。ご納得やん。うん。え、DJ 下ここ。いや、俺は下だと思うけどね。おい、政治やめろって、マジ。あと JP も D だな、これ多分。え、J よりの C だと思う。あ、ここここ。あ、多分、あの SFL を見てるとね、うん。叩きがやばいんですよ。あ、やっぱ JP ってないんだって動画勢も多分思うんですよ。ああ、じゃあ JP 使ってる人は嫌だみたいな。もうあれ合コン行って、うん、女の人に、あ、うん、キャラ何使われてるんですかって聞かれて、うん、JP って言ったら、もうその瞬間あんまり喋ってもらえなくなる。あ、そうだよ。マジか、そんなヘイト高いんや。うわ、マジか、やばいっす。マジか。だから、かけるくんがもし JP 使いじゃなくて JMA 使いだったら、うん、多分今配信してる暇ないっす。配信してる暇ないっす。本当に。え、もしもし。え、今日練習。いやー、ごめん、今日女やねんか。今日女やねんか、ごめんっつって。多分そうだよね。マジでそうだと思う。マリーザあるかな。いや、マリーザ女性人気高いんですよ、マジで。あ、そうなんだ。これはマジ、これはマジ。あと、その、うん、あれ、釈迦さんとビッサンが使ったっていうのもでかい。ああ、なるほどね。そう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 。なるほどね。確かに、それはありますね。そう、その要素で、俺は結構 A は硬いと思う、マリーザは。まあ、確かにね。はい、あ、そや、ボタンさんも使ってるから。いや、もう、マリーザはやっぱ。ああ、まあ、確かにそうだな。うん。いや、だから、A は結構、こうここまでは、まあね、うん、マリーザまでは硬い、多分 A は硬いね。うん、まあ、キャビー俺 A 寄りだと思うけどね。やっぱ昔から人気ない、キャミーチュンリーとかって。あ、まあ言うて人気あるで、うん、チュンリーはもう不動、ずっと A 以上キープしてる。まあ、まあ間違いないです。あの5の時もつつましくはありましたよね。そんな時代がね。え、やってか4の時からあったでしょ。あったし、あの、うん、なんならちょ、今だからあれ、もう10年以上前だからあれだけど、うん、なんか歌手がちょっとジュリー練習しようかなみたいなこと言ってたんですよ。なんでっつったら、いや、女の子使ってる人多いんだよ。きっしょバリきしょい。まあ当時だからね、もう10年前だから。キモ、まあ、モテたい時もありましたよ、彼だって。ジュリーもだから S ティアだよね。ジュリーは絶対 S、もうこんなん。これはかなり S だと思う。うん。ラシード人気あるんだ。ラシード俺人気だと思う。まあかっこいいから。まあプラス、もう嫌味がなさすぎ、こいつ、キャラとして。まあ陽キャやね。そう、で、
超男前で石油、うん、もう嫌う要素ない。いやまあゲームのキャラに石油が関係あるか分かんないけど、まあ、いやそうか、いやラシードさ、うん、使っててなんかラシードなーってもうなんか嫉妬しか感じれなくない？俺はあの S から見下ろしてるんだけど。あーお前はちょっとお前いただきやんだって。もうそうか、ジェイミー使いがジェイミーもう最強っていうから、もうこれは政治じゃないな。これ最強っす、マジの最強っす。マジ かルクジェミって知ってる？いやだからルクジェミ需要もあるからルークここっていうのもあんのよ俺。あまあまあまあ確かにね。いやそうだってさっきルクジェミの話したら、うん、コメント欄でジャストージャストーってコメントあったもん。もういるね。された人が。ジャ、まあ、いるだろうな、うん、チュンリーまで異論はないもんこれ。まあないね、うん、え、マノン、マノンの一度。いやマノンはじゃあ俺ね、うん、マノンはねちょっとワンチャン B だと思うんですよ。あ B でもおかしくない。そう、あのマリーザが A の俺理由で、うん、あの理解できるのって、うん、女の人特有のさ、ちょっと悪口になっちゃって申し訳ないんだけど、うん、自分より可愛くないなってきてるんですよ。あれなさ、マノンはさ、あ、可愛いから、はいはいはい、いやなんか別にマノンなんてみたいな、あれな、ダブルデートの時連れてく相方な。それだ。そう、俺はだからそれでマリーザ A は分かるんですよ。あだマノンはだからちょっとそれを考えると B なのかなと。ああ、ダブルデートの相方理論は結構あるよな、それ。あるでしょ。あ、残酷やね、かなり。なんか友達紹介するわってさ、かわいいよっつってマリーザが来る感じ。で、で、あれな、何々ちゃん可愛いのになんでそんなこと言うんで、そう、腹の中では私の方が可愛いでゲス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 ってやつな。マジでそれ。あ、ごめん、その視点はかなり鋭いわ。でしょ？あるでしょこれ。いや、じゃあこれでちょっとまたちょっとあれやな、アップデートされたな。キャラランクでしょ。うん。されたでしょ。おう、これ DJ B 入れたらあかん？政治？いやいや、それ絶対ないね。政治？これ DJ 使いの？絶対ないっす。100ないっす。いや、じゃあだいぶ固まった。ありがとう。あ、いいのできましたね。いや、かなり。俺、これ、もうちょっと他の人の意見聞いて、今日提出するわ、X に。オッケー。わかりました。はい、ありがとう、ありがとう。ごめん、ごめん。はい、はい、はい、お疲れ、はい。